みなさんこんにちは好奇戦と佐賀の中島徹です今日のテーマはこちら米朝首脳会談の舞台裏先日行われました米朝首脳会談これにつきましてマスコミ各社報道を見ますと核廃絶の明確なプロセスが引き出されていないということでトランプ氏失敗に終わったのではないかと いうようよな憶測があ、えー、多く飛んでおりますしかしながらその舞台裏実際に、えー、米朝首脳会談ではどういったことが行われたのかということについては、えー、ベールに包まれて、えー、明らかにされてお,られおりませんそこで、えー、私たち航空の科学グループうーとしまして独自の手法つまり守護霊霊言ということを通してですね この舞台裏に迫ってみました今回この守護霊霊言したのは誰かといいますとこの方このキム・ヨジョン氏というのはキム・ジョンウン氏の妹にあたりそして実際北朝鮮のナンバー2とも言われております。 えこの方はヨーロッパ、スイスに留学した経験もありキム・ジョン氏とともにですねスイスに留学した経験もあり国際感覚を持っておりますまたもともと母親が在日の方で大阪でにいた経験があるためにですね日本をよく知っているっていう側面もお持ちです そういった方が今、北朝鮮ナンバー2として、キム・ジョン氏とともにですね、交渉の場や、また平昌オリンピックの時にもですね、代理として出席しておりました。このキム・ヨジョン氏の守護霊は、一体どんなことを語ったのか、その内容は驚くべき内容でした。一番のことは この会談を通して、キム・ジョンウン氏がトランプ大統領に対して、北朝鮮の敗北を認めたということでございました。これはかなり衝撃的なことでございますけれども、実際に核戦争のシミュレーションをしたキム・ジョンウン氏、北朝鮮としては、 多大なる被害を被ってまでですねアメリカと戦うというのは非常に、えー、デメリットが大きいということで、えー、思い切ってこの交渉の場でですねトランプ大統領の懐に飛び込む作戦に入ったということでございます逆にトランプ大統領は若きこの。 北朝鮮のトップキム・ジョンウン氏を見て、まあ、親子のほどの差があるです、ね、年齢の差があるキム・ジョンウン氏を見てこの独裁者キム・ジョンウン氏を通して北朝鮮を自由主義国家へと、まあ、開国をさせるという選択肢をその時に考えたようでございます会談の場所がシンガポールであったというのも非常に大きな意味がございます トランプ大統領はこのシンガポールをキム・ジョンウン氏に見せてそしてこう言ったようでございますあなたの選択肢によって北朝鮮という国を死の敗の町にするのかそれともシンガポールのように繁栄の町にするのかそれはあなたの判断次第だということを、えー 金正恩氏に伝えたようでございますそういったこともありこの若き金正恩氏は北朝鮮という国を開国させそして自由主義の国へと生まれ変われさせるというような選択肢を取ったようでございますまあこの結論につきましては時間とともに明らかにされてくると思いますけれども航空の科学グループとしては このキム・ヨジョン氏の守護霊霊言を通して、この舞台裏、スクープを取らせていただきましさて、た日本として今後どのようにこの朝鮮情勢について対応していくべきかということなんですけれども、北朝鮮側が求めているのは、これから開国をしていくという中で、確かに国自体も非常に今、リスクがあるわけですね、軍部の独裁等がありますので、 えー、すんなりこの開国っていうことに対して舵を切れるのかというところの、えー、国の中での問題も抱えておりますさらには開国をしていくプロセスにおいて、えー、経済的な援助それからしっかりとした復興プランを作っていくという意味において日本に対して大変期待をしているということでもこの守護霊霊言から明らかになっております 安倍首相がそこまでできるのかというのも非常に疑問視している向きもございまして新たな器の大きい政治家を求めるということもこの手芸令言では言われておりましたこれからアジア情勢非常に大きく展開が変わってくると思いますその中で判断を誤れば本当にこの日本という国も 孤立化していいく流れがございますですのでしっかりとした決断判断を通してこのアジアがさらに発展繁栄していくための舵取りを日本もしていかなければならないと思います非常に大きな意味合いのあった今回の米朝首脳会談舞台裏では北朝鮮の開国という大きな えー、時代の1ページが開かれようとしているということでございます今日の佐賀一番 TV では米朝首脳会談の舞台裏について特集させていただきました次回お楽しみに